ようこそ俺たちのジャパンへ。日本の真南にある観光地としても有名なパラオ共和国をご存知でしょうか。パラオはフィリピンの東、太平洋ミクロネシアの最西端にあり、200以上の大小の島国からなる南の島です。日本から約4時間半で直行便の飛行機で到着できることもあり、日本人に人気のリゾート地としても有名です。太平洋戦争時には日本の占領下にあったこともあり、日本語と似たような言葉も多く存在するんだとか。1977年、島の交通手段になくてはならない橋の建設計画を韓国が日本の半額で落札し、建設計画とともに橋が架けられました。ですが約20年後、1996年に真っ二つに崩壊し、死者2名、負傷者4名を出す大事故を引き起こしてしまいます。なぜそんな事故が起こったのか。その時のパラオの人々への影響は。日本はなぜ関係があるのか。パラオ共和国と日本との関わりについても順番にご紹介していきます。パラオには面積の約7割を占める約331キロ平方メートルのバベルダオブ島という、地元の人から日本語由来とされる言葉本島と呼ばれることもある島があります。パラオへの入り口ともなるパラオ国際空港もこのバベルダオブ島にあり、熱帯雨林のジャングルの中にはガラスマオの滝や謎の古代遺跡ストーンモノリスなど数多くの観光スポットが有名です。2006年にマルキョク州に国会議事堂や裁判所を含めた首都が移転するなど、政治の中心地ともされています。実はもともと首都はバベルダオブ島の下にあるコロール島と呼ばれる 7.8 平方キロメートルの小さな島にありました。パラオの人口は約2万人ですが、今もほとんどの人がコロール島に暮らしています。コロールの人口過密状態を改善、また経済を分散させてコロール以外の土地にも恩恵を広げるべく、バベルダオブ島に移転計画が立てられたそうです。さて、このコロール島とバベルダオブ島の間には幅約250メートル、水深約30メートルの海峡で隔てられていました。パラオの国土開発、また首都移転の先駆けともなるため、昔から新たに橋や道路といったインフラ整備を進めるよう計画が進められていました。橋の設立計画が立てられたのはパラオ政府成立以前の太平洋諸島信託統治領政府の時代。1977年、韓国の建設会社ソシオによりコロール島とバベルダオブ島を結ぶコンクリート製の橋が建設されました。2つの島の頭文字を取って KB ブリッジと名付けられました。また日本の大手ゼネコンの一つともされる鹿島建設も建設業者選定時に入札していましたが、ソシオが鹿島建設の半額の入札価格を提示したことにより落札。こうして韓国の設計図と予算により橋が建設されたのです。日本の鹿島建設が適正価格であると判断した金額の約半分、格安すぎますよね。設計上は風速67メートルの暴風や激震に耐えられるとされていましたが、建設直後から手抜き工事ではと噂されていたそうです。コンクリートの固め方さえ適当だと現地住民から言われるほど。実際に約10年後には 1.2 メートルも下がるほど橋が陥没し始めたために、1990年に国際協力機構により調査が行われましたけれど、橋は安全と評価されました。橋崩壊までのカウントダウンはきっとこの時からすでに始まっていたのでしょう。そもそも通過重量が15トンだった予定から10トンまで減らされたり、何かあった時にはすぐ逃げられるようにと住民たちは車の窓を必ず開けて橋を通っていたり、パラオの人々は恐怖を感じ取っていたのかもしれませんね。韓国側に賠償金を求めるも、すでに韓国の建設会社ソシオが解散していたこともあり、韓国がお金をパラオに支払うことはありませんでした。結局パラオ政府は230万ドルもかけた補強工事を選ぶことに。来る1996年9月26日17時35分頃、轟音とともに橋が真っ二つに折れて崩落する事故が発生し、死者2名、負傷者4名が出ました。
橋には2つの島をつなぐ唯一の道路というだけではなく、バベルダオグ島からコロール島へ供給されていた電気、水道、電話などが通っていたライフラインでもありました。当時パラオの首都であったコロール島での電気、水道がすべて停止、首都機構が麻痺することもあり、その時の大統領であるクニオ・ナカムラ大統領は国家非常事態宣言を発令しました。日本でもコロナウイルス感染防止のために緊急事態宣言が出されたのが記憶に新しいのではないでしょうか。国に危険が差し迫っている緊急事態時に法令などに基づいて特殊な権限を発動するための宣言ですね。パラオでは暗黒の9月事件と呼ばれている出来事から、橋の崩落がパラオにとってどれほど大きな事件だったかよくわかると思います。宣言発動後から国民全員での復旧作業が開始、9月30日に緊急の送電線を敷設したことで電気の復旧に成功。続いて10月6日には橋の両側から消防用ホースを通して時間制限がつきながらも水道の復旧にも成功。日本も飲料水の緊急輸送や仮設橋の設置など支援を行いました。橋が建設される前の交通手段とされていた渡し船も復活したとか。橋の補強工事にお金をかけたせいか、当時パラオの財政的に自国の資金による橋の再建設は難しいとされていました。ですが1997年、橋崩落の翌年に日本から無償援助による橋の再建設が鹿島建設によって行われました。2002年1月、日本の無償援助によって再建された橋は日本パラオ友好の橋、ジャパンパラオフレンドシップブリッジと呼ばれ、この星の記念碑にもそう刻まれています。日本では社団法人土木学会が橋や高構造工学での優れた業績に対して贈られる土木学会田中賞を受賞しています。また橋完成から10年後の2012年1月、パラオ郵便局から建設10周年を祝う記念切手も発売されました。パラオでの日本語は微妙にニュアンスが違うのですが、この絶対に壊れない丈夫な橋を建設した鹿島建設から、パラオでは頑丈なことを鹿島と呼んでいるそうです。日本はパラオに対し数多くの支援を行っています。そのおかげか、日本最南端の沖ノ鳥島を起点に国連に対して領土延長を申請した際、韓国、中国は反対しましたが、パラオは賛同してくれたということがありました。沖ノ鳥島が影響をもたらす経済水域は日本の国土面積を上回るほどの広さ。海にはたくさんの資源が眠っており、これは日本には決してなくてはならないものなのです。また沖ノ鳥島を日本が所有する理由はそれだけではなく、他国に沖ノ鳥島を取られてしまうと国と国での争いの種となると言われており、平和維持のためでもあるのです。また橋が崩壊した1996年はパラオ大統領選挙の年でもあり、当時大統領だったクニオ・ナカムラ氏、そして後の大統領となるジョンソン・トリビオン、もう一人コロールの大州長ウタカ・ギボンズの3人で争っていました。ですが橋が崩落というパラオの緊急事態が起こったことで、トリビオン氏は立候補を取り下げ、残った中村氏とギボンズ氏の一騎打ちとなりましたが、非常事態宣言など素早い政策を行った中村大統領の圧勝となりました。実は橋崩落の原因となった韓国の建設会社ソシオ建設は、1994年に崩落した韓国のソンス大橋にも関わっているのです。韓国の首都ソウルにある観光に架かるソンス大橋の中央部分から長さ48メートルにわたって突然崩壊。早朝の通勤時間だったこともあり、橋を通過中のバスや車が約20メートル下の観光に落下し、死傷者32名、負傷者17名が出ました。こちらも事故後の調査により数々の手抜き工事の実態が明らかになっています。そもそもソンス大橋も崩落する前から走行中に激しい揺れが起こると不安と苦情が寄せられていたのです。事故前日の夜にも応急の補修工事を行っていたほど。事故前日に橋を通ったタクシー運転手の証言では、道路に30センチほどの穴が開いていた上に継ぎ目部分の段差もあったという報告まで出てきました。原因と考えられるものは中央からかかる吊り下げの部分、表面だけはきっちり接着されていましたが、肝心の断面が未接着だったことが明らかとなっています。
きちんと溶接されていないため、経年に伴って疲労亀裂が進んでいき、橋崩落の原因に至ったともされています。そもそも断面図がきちんと接着されているかは目視では分からず、X 線検査が必要とされています。きちんと検査していれば、このような不具合が発見できなかったということ自体ありえないのです。それ以外にも、ボルト穴にボルトが設置できていないなど、見てすぐわかる手抜き工事のありさまなど、全体を見渡すと、損失を8すべてに、施工管理と安全性を調べる調査方法がしっかりされていなかったということを語っています。韓国ソウルでは、朝鮮戦争時に観光にかかる橋の大半は破壊されており、ソウル五輪のためにインフラと住居の設備の設置は急速な課題となっていました。社会全体が急務として、たとえ重要な橋の建設だとしても、安くさっさと建ててしまえ、という風潮があったとも言えるコメントが韓国の財政界人の言葉にあります。実際に観光にかかっている17基の橋のうち、1992年に大韓土木学会が行った調査では11基の橋で、コンクリート部分の劣化など問題が指摘されたそうです。ソウルではパラオ橋崩壊1年前、1995年には総額40ウォンをかけて補修工事に乗り出す予定までありました。こんな情勢の中、韓国が建てた橋、もちろんパラオも例外でなかったわけですね。そもそも橋の着工が行われたのは1977年4月、完成は1979年10月、パラオの橋よりも後に建てられましたが、ソンス大橋の方が分かりやすい手抜き工事だったようです。誰か一人でも改善しようという声は上がらなかったのでしょうか。韓国でのソンス大橋をはじめとする事故調査には様々な分野の人が集まりました。その中には日本での技術を学び習得した韓国人の年配の方々がいたそうです。あまりにも過酷な調査活動が健康に作用し、何人かは橋の建設報告書の完成とともに過労死したとまで言われているほど、事故の調査票は頭が痛いものだったのでしょうね。パラオの旧 KB ブリッジも事故の原因ははっきりとしていません。初期設計時に環境に適応する変化に耐えられないようにできていたとも言われていますし、何回か行われた舗装工事が原因かもとも言われていますが、このソンス大橋の前に設計されたと考えると納得してしまいそうな気がしてしまいますね。自国の橋をきっちり建てられるようになってから海外に進出してほしいと切に思います。壊れても構わないから橋を建てないとっていう韓国の風潮そのものが怖いんだけど、大事なインフラなんだからしっかり建てないとダメっていう気になるんじゃないの？ KB ブリッジを実際に作ったのはドイツの会社っていう話もあるよね。でも設計図と予算を出したのが韓国だったら、依頼された下請け会社はその通りに作るしかなかったのかとも思っちゃうな。パラオの国旗は日本と色違いなんだよ。これだけでも親日国なんだってわかるよね。日本は小さな島国ながら資源のない国とも言われていますが、そんな日本の武器は技術力なのです。世界遺産の橋に日本人が建設に携わっているほど。スコットランドのフォース鉄道橋、長さ約2500メートル、高さ100メートルという大きな橋には、強風にも耐え抜ける橋を作るべくパンチレバーという構造が採用されています。当時フォース鉄道橋建設中に建設工事監督を任された渡辺海地さん、帰国後は日本土木会社の社長を数々と務め、まさに日本土木史の父と呼ばれているそうです。まさに日本は技術力が誇れる国だと言っても過言じゃないのではないでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次の動画をお待ちください。